はいランツバ、えー、南極マラソン510、えー、月26日金曜日第四回目の放送になります、えー、三洲つま口ですよろしくお願いしますそして今日も、えー、はいいつか、はい、えっと格闘技界プロレス界のなん、えー、でもや竹村幸一ですよろしくお願いしますよろしくお願いします本日も金曜日の夜皆様ぜひご視聴ください今日はなんとですね、えー、そうですね<の>ちょうどいつもは墨田区の、はい、ワロップのスタジオでやってるんですけど今日はこう飛行機の中 いやもうちょっと飛行機もついて今はこちら <laughs> あのエジプトカイロで,ですね <laughs>、えー、10月28日日曜日のですね、ええ、サハラ砂漠のレースに備えて。<あ>えー もうカイロのホテルにですね泊まってそこからですね衛星中継をああそうですね衛星ですよ皆さん衛星ですからねこれもう今ちょうど夜9時日本時間はですね夜9時ですけどもこちらでは何時でしょうちょっと今時計がないんですけど時間がかなり時差はですねまあ眠たいですよね僕はねそうですねはいありますけどもそんなこんなで特別エジプトではいからえー 放映しております。はい、なので今週来週は、えー、サガラ砂漠、そして来週はなんとですねサガラ砂漠を走ってるキャンプ地からですね。ええ十一月二日金曜日は、えー、もう五、えー、日目六日目ですね六日目のキャンプ地からですね砂漠の地から放映していきたいなと思ってますんで。すごいですね、えー、ワールドワイドですね。<っ>はい。<laughs> 今週はエジプトの回路のホテルから、<laughs> そして来週は、はいえー、無事に六、えー、日目まで、えー、三週つば 基地砂漠に5 0キロ、えー、6日目までクリアしてたら、えー、その砂漠のテントのところからですね、えーえー、もしかしたら、はいえー、電気大丈夫ですはい電気は<あ>、はい、電動、えー、電気で、はいはい、え竹村さんももしかしたら、ねですね、応援にそのキャンプ地に来てくれるかもしれませんので探してですね、はい、明日池袋が見てともう、はい、あの、はい 何も思わないでください。<laughs> <laughs> はい、えー。そういう感じで、えー、今週来週はエジプトからサガラサブから、えー、お送りしたいと思います。サガラ砂漠マラソン250キロ、えー、大特集、えー、10月26日、そして来週11月2日、2週にわたってお送りしますんで、こんな、えー、内容なかなかですね、他のラジオもしくは番組で聞けないので、ぜひ、えー 聞いていただければと思いますので皆様よろしくお願いします。はい。その他にもまあいろいろ試合情報なども、えー、多々ありますのでそういうサ、えー、マラソン情報を交えながら、えー、試合情報を交えながら今週も、えー、お送りしていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。ですランツマン。